皆さん、こんばんは。声楽の田川です。皆さん、いかがお過ごしですか？お久しぶりになってしまいましたが、皆さんにやっぱり会いたいなと思ったので、動画を撮ろうかなと思いました。この動画をですね、見てほしい人は、私、発声に悩んでるよとか、声の出し方が苦しいよとか、息の吸い方わかんないよとか、息の吐き方わかんないよとか、そういう迷ってらっしゃる方とか、そういう方たちに向けて、もし少しでもお役に立てるならという意味でやっておりますので、私が 100% 正しいわけでもないし、田川の言うことが絶対でもないし、皆さんに気をつけてほしいのは、いただいたアドバイスの中で自分がパッと変われたり、パッと楽になれたり、それが一番その方にとって必要なアドバイスなんです。それがいつどこで発せられるかっていうのは私は分かりませんけれども、それがたまたま田川の言葉だったら私は嬉しいし、田川のレッスンを受けていらっしゃる皆さんも、田川からは全然入ってこなかったんだけど、たまたま言った先生の一言が、ああ、あれが田川さんが言ったことかってパッてつながることもあるし、そういうものの助けになればいいなと思ってこの動画を撮っています。なので、それ以外の目的の方はご覧になってくださっても、なんだよ田川、つまんねえこと話してんじゃないわよっていう風になってしまうかもしれません。でも、それでも私のところに、こういう風に困っていたんですが、こういう風に考えられるようになりましたとか、そういうメールをいただくので、それがとても励みになりますし、そっか、やる意味があるかなって感じるので、続けていきたいなと思いますけど、それ以外の目的は全然ございませんので、ぜひご理解ください。気持ちよく見てくださっている方ばかりだと思うんですけど、やっぱりそうじゃないものもあったりするので、なんか私なんかやらない方がいいのかなって思ったり、なんか出るだけだってさ、これ私、皆さんにお会いすることは嬉しいけど、私がここに出ることによって、出る杭は打たれるじゃないけど、そういう風になるわけですよ。でもさ、それでも私が皆さんに何かできるとしたら、それは困っている方たちのためだから、その困っている方たちが少しでも元気になってくれたり、あ、そっか、今の私の先生とこういう風に向き合えばいいんだわって思ってくださったら、それが一番私にとって幸せなのでいいかなって思います。で、私は他の先生も全然否定しませんし、してませんし、その先生にはその先生の理念があって、生徒さんにはこういうふうに教えたいわ、私の音楽はこういう音楽なのよ、それを皆さんそれぞれに一生懸命伝えてらっしゃると思うので、その先生たちとどういうふうにうまく付き合っていくことができるのか、それからこんなことは先生にお願いしてもいいんじゃないですかとか、こういうアドバイスだったらいいんじゃないですかっていうことを皆さんにお伝えをしているので、今日は改めて田川がこの YouTube をやっている目的っていうのは何ですかっていうのを皆さんともう一度お話ししたかったんです。もうゆるっと始めて1年半ぐらいかなになりますけど、もう一回目的をお伝えしておきたいなと思いました。なので皆さんよろしくお願いしますね。で、私が今日ですね、 YouTube でたまたま見ていたものもそうですけど、やっぱり音色、メゾ、アルト、ソプラノの中でも軽いソプラノなのか、それとも重たいソプラノなのか、それぞれによって音色、声色っていうのがやっぱりヨーロッパではすごく求められていますよね。ソプラノだから全部やるじゃないし、メゾだから全部やるじゃなくて、私がシルベストロ先生に一番初めて会った時には、これっていうレパートリーを見つけたら、そのレパートリーをとにかく磨けって言われたんです。とにかくそれが主役じゃなくていいんですよ。私は例えばメゾだけど、カルメンじゃなくていい、じゃなくて、例えば主役から数えて5番目ぐらいに出るような役でも、これは私にしかできないって思うようなレパートリーをとにかく持ちなさい。あなたのレパートリー何ですかって言われたら、私はこれです、その役がタイトルロールじゃなくていいんですよっていうのを持ちなさいってシルベストロ先生に言われたのがすごい衝撃だった。だってさ、カルメンもやれば、セルビリアの理髪師もやれば、ね、ウェルテルもやればっていうのがよくある配役じゃないですか。だけどそうじゃなくて、ね、歌舞伎でいう忍じゃないですけど、そのこの人の声、この人のこの
なんていうの、お人柄、その人のキャラクター、そういうものだったらこういうものをやりなさいっていう、それを見つけるって素敵なことですよね。だからね、それって合唱とかでもそうなのかもしれないですよね。なんかオペラの合唱が好きな方もいらっしゃるし、宗教曲がお好きな方がいらっしゃるし、ね、いろんな方がいらっしゃって、その一番自分に向いたもの、自分の思いが乗せやすいものを磨いていくのがいいんじゃないかなと思ったりしました。今日はですね、田川はこんなことを考えて YouTube をやっていますというのを改めて確認しました。皆さんこれからもよろしくお願いしますね。そしてあまりにも傷つくと、またあの宿狩りが宿に帰っていくように帰ります。そしてまた元気になったら出てきますね。じゃあね皆さん、チャオ。